えただいまより株式会社イーグランド2024年3月期決算説明会を開催いたします林田社長よろしくお願いいたしますおはようございますイーグランド社長の林田でございます本日は2024年3月期の当社の決算の内容と新たに計画いたしました中期計画について 主に説明させていただきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますはい、えー、そうしましたまず2024年3月期の決算のポイントについて、えー、ご説明いたしたいと思います、えー、当社の状況を簡単に説明しますと前期売上高273億2000万 これは予算費0.2%増で対しまして経常利益がですね18億4000万と前年退費3.1%減ということで2024年1月にですね通期予想を下方修正させていただいてますでその中身を言いますとですねえ販売物件の 平均販売単価につきましては2425万円から2546万円と約5%アップしております販売件数につきましては868件前年とほぼ同じ件数の売却ができておりますで仕入れに関しましては828件と いうことで、前年対比12%減ということで、こちらがちょっと少し落ち込んでいるということでございます。収益用の物件につきましては、基礎の計画通おりいや、若干上回って推移してまして、売上高が46億7000万、前期比8.4%増と。 いいう状況でございました首都圏のです、ね、中古マンション市場の動向についてお話ししますと制約件数自体はです、ね、前期2023年の4月,あ4月5月が非常に低調でだったんですが6月から10ヶ月連続で前年同月を上回ったと。 いうようよなな動きになってますで制約の平米単価につきましては47ヶ月連続製薬価格といたしました46ヶ月連続で前年同月を超え製薬価格に関しましては24年1月に最高値4,859万という数値を記録しております。 で当社の24年3月期の売上と利益の構成についてですが、まあ、ご覧いただいている資料のとおりなんですが売上につきましてはですね6%増ということでございますが売上総利益各段階利益とも前期を下回っているというような状況でございまして この大きな要因はですね、下期にです、ね、あの販売物件の販売促進ということで,です、ね、長期滞留している物件につきましては、価格の見直しを入れまして、売却を進めたという影響が出ているものと思われます。 で売上高の270億の構成につきましては、えー、主力の中古住宅の再販事業が220億、約220億、えー、収益用物件につきまして、46億という構成になってまして、 えー、これはほぼ予算通りということになってますが中身は後ほど説明しますが、えー、販売価格につきまして首都圏と、まあ、いわゆる当社でいう首都圏、えー、東京の本店と横浜を合わせたところが約7割。 で関西と名古屋が戦期につきましては少し伸び,伸びてまして構成としてはあ首都圏は横ばい、えー、名古屋関西圏で増加という方向になっております。で収益マンションにつきましてはあ6棟の販売実績がございまして売上高い46億で 7増とということになりますで今ちょっとお話ししましたが、えー、いわゆる本店と横浜支店を合わせたあ首都圏の売り上げが、えー、本店は若干増えてますが横浜支店で落としてますただこの2つ合わせるとですねほぼ前年並みというところでございまして、えー、関西と名古屋はご覧のように 関西が13%。名古屋支店につきはつきましては、約4割の売上増と。いう形になっております。続きまして仕入れなんですが、こちら側の全体でですね。13%ほど予算見未つということなんですが、首都圏？に おきまして本店と横浜におきまして、えー、合わせて約20%の仕入れに満たすということでございます。でこれは先ほどちょっと説明しましたが、えー、下期の販売に対する価格調整と市場に出回ってる物件の仕入れ値が非常に 高騰いたしましたんで、この辺を慎重に判断してまいった結果だと思ってます。で、収益物件についてもこれは非常にあの価格高騰で仕入れやっぱ厳しくくなりまして、えー、結論としてまあ一棟マンション二棟全体の仕入れ額としては十四億ということでこれは予算費六十パーセント のマイナスになってまして、えー、ここはあの今期の仕入れが非常に課題になってくるということになると思います。価格帯別実績ということでございますが、これ居住用のものでございますが、八百六十八件の売却実績に対しまして、約七十七十五パーセントが。えー 2,000万台以下、まあ、3,000万以下ということですね3,000万以下75%が3,000万以下ということですで、えー、ただ前期に比べまして3,000万以上の販売物件が18.5%から23.7%と3,000万以上の価格の物件が増えております。 この辺がま平均単価を押し上げた要因であると思っております。はいで、地域別に見ましても、これはあのー、首都圏。首都圏の東京神奈川で50%ということになってまして、こちらのやっぱ単価が高いで、地方は単価はちょっと安いということで。 になると思います、はい、で売上の四半期実績というまあ熱いでございますが、まあ、第2クォーターまでですねちょっとあの戦、ー、期の予算に対しまして、まあ、非常に低調といいますか、えー、下期に、えー、ししマーケットが回復してね あの伸びるだろうという予想をしておりましたがあなかなか思うように伸びきれなかったものですから下期に価格調整を行っております。でこ,この時点であの販売を優先して仕入れを慎重にしていこうと。 ということで販売件数は前期並み CA は12%ほど減ということでございますでまあ価格を調整したことによって第4クォーターっていうのはやっぱり売り上げが伸びております第4今ご説明しましたように利益の方は第4クォーター、まあ、下期にですね 長期物件を中心に価格の見直しをしたことによって利益率が下がっております。まあ、要因はその価格、まあ、想定価格より下で売らなきゃいけなかったということとリフォーム費用がですねやっぱり非常に高騰資材含めて 職人さんのまあ人件というんですかね手間賃も増加の傾向にありまして、これが利益を押し下げる要因になってます。で、まあ4第4クォーターにはー収益物件の売却が進みまして、えー、第4クォーターにつきましては利益を持ち直していると。 いうようよな状況でございますで、えー、利益の構成につきまして、えー、申し上げますとあらりの減少によるあらり額の減少5億9,000万の減少に,による影響がまあほとんどということで、まあ、あらり が下がったことによって利益が減ったというのが大きな要因でございます。はい、バランスシートと自己資本比率の推移につきましては、えー、まあ販売があのー、も思ったように進まなかったことと、まあ仕入れを慎重に行った結果居住用のお販売用不動産 が128億千万これが全期比6.5%減とで収益用につきましては53億7000万これも全期比6.8%という水準になっておりますで自己資本比率につきましてはあー期末で、えー、41.1%という数字になっておりますで ここえー、と在庫コントロールの状況ということなんですが、ぜ先期24年3月期のお販売した物件の保有期間の平均がですね、えー、これは今まであの当社の方で指標にしてました数字、えー、に比べて、ずいぶん長くなっていると。 ということでございまして、やっぱりこの辺に粗利低下の原因があるというふうに分析しております。中身はやっぱ工事期間の長期化と販売期間の長期化ということがあると思います。 でここまでが24年3月期の決算の概要でございます、はい、続きましてですね中期計画についてご説明させていただきたいと思いますでまず新中期計画をご説明の前に24年3月期までの計画の振り返りを したいいと思います中古住宅再生事業につきましてはあ居住用収益用ともに当初計画した売上高を達成しておりますが、まあ、その他新規事業の取り組みを計画しておったんですが この部分がの進捗、まあ、数字が思わしくなくて、その部分は時期計画に持ち越しというような形になっております。はい前回計画で、えー、主に実施いたしましたことのトピックスでございますが、中古住宅再生事業におきましては、 名古屋支店を成長させ新拠点の開発のけ検討ということですが、えー、と名古屋支店につきましてはあ21年3月期において、えー、2億5千万円だった売上が、えー、最終期です24年3月期におきましては15億1 0と、0万と。お にについてては順調に伸ばすこととができたと思ってますまた品質向上と商品規格の強化により他社との競合物件と差別化を図るということでカスタマーサービス室を設置いたしましてアフターサービスを強化いたしました収益再販事業につきまして では収益物件の仕入れを強化し売却益を増加しております。でこれが二十一年三月期二十一億七千万から二十四年三月期四十六億六千万という形になってます。で この棒グラフがです、ねえー、と売上高の余実でございますが、まあ、緑色の中古住宅再,再生居住用の部分につきましては220億に対して221億とほぼ計画通りと。で 水色のところですねこれがあの収益用の事業でございますが予算40億に対しまして売上高46億 6, 6千万ということなんでこれはまああの計画を上回ってるとでその他の部分ですねその他の部分で20億の計画をしておりましたがあその数字が5億 5, 5千万と。 いうことになってますでこの部分がちょっと最終計画には足りなかったということになると思います、はい、前回計画ではその他事業として M&A も活用しストック収入の基盤となる周辺事業の強化新規事業の創出ということを謳っておりましたでリフォーム子会社の e ドアという会社を設立しております それと、まあ、伊藤を中心としてリゾート物件の企画から販売を行っておりまして、まあ、プール付きのリゾート物件などを供給を始めました、はい、それと財務資本政策でございますがあ自己資本比率30%以上 ROE12% 以上 また配当成功30%以上を目標に業績に応じた配当を実施というのが前期の目標でござい全、まあ、計画の目標でございましたが24年3月末の実績としましては自己資本比率41.1%で配当成功は38.4%ということで これは計画を達成しておりますが ROE につきましては12%の目標に対しまして11.9%ということでわずかに満たすという結果になっておりますはいここからがですね新しい 中期計画、今期から始まります中期計画の事業方針を説明させていただきたいと思います。中古住宅再生事業を通じて、良質な住まいを提供するということが大方針であります。で、あの主力の中古住宅再生事業につきましては、現在、あの一時取得層をメインターゲット。まあ 千機の販売単価で言いますと2500万程度のところのところを大事にしながらですね、まあ、既存のエリアを深掘りして1,000個、えー、体制千機、えー、が860個かの供給だったところは 安定定的にに体制にする計画を策定いたしましまたそれと加えてですねここがあの、まあ、新しい試みでございますが今まではその2,500万程度の一時取得者層をターゲットにしたものがあののほぼ一本足だほうでしたが。 今期からですね、えーまあ、ハイグレードマンション、まあ、イメージとしましては、売り値で2億円以上というハイグレード市場を進出して、ちょっと開拓してみたいということで、この4月に、えー、それに向けた新チームを設立しました。でこれはあの3年かけて、えー 売上高の目標をですね30億まで持っていきたいというふうに考えておりますはい続きまして、えー、収益再販再販事業であのこちらにつきましては1期4 6億ほどをやっておあの実績ございますがえー 新中期計画3年のうちに80億を超える水準まで持っていきたいと。であのこれまではですね5億前後の売り値にして5億月前後のものをターゲットにしてましたがちょっとターゲットの範囲を広げて10億程度のものまで視野に入れて。 3年後に80億というのを達成していきたいというふうに考えておりますまたその他事業としましてですねリゾート事業推進室というのを4月に立ち上げましたこれは今伊藤を中心としてやっておりますリゾート物件 まあプールハウスですね、えー、をこれまでは単に販売をしておったんですが貸、えー、別荘や、まあ、いわゆる民泊みたいなあフィーをあげるビジネスとして、えーまあ、利回りだとか ということの間口、まあ、出口の間口を広げるっていうんですかね、あのー、そういう方向を施行して目指していきたいと思ってまして今期からちょっと貸し別荘運営というのをにチャレンジしてみたいというふうに思っております。それと,、えー、とリフォーム子会社の、e、ドアあーにつ についてまあ当社と連携の強化をいたしまして、えー、まああの連将来的にはですね連結を目指していきたいというふうに考えております。はい。人的投資の強化、財務資本政策につきましては働きやすさ だけででなくですね働きがいのある職場の形成ということを目指していきたいというふうに思ってます。えー、自己資本,資本比率は30%以上、ROE については12%以上を目指してまいります、えー。そして株主還元でございますが、 これは先だって発表させていただきましたが、えー、累進配当を導入いたします。で、えーまあ、これまで業績に応じた配当ということだったんですが、まあ、基本的にはもう、減配をしない、増配をしていくということに、あのこの中期計画で舵を切っております。 はい、これ数値目標でございますが、えー、売上高につきましては、27年3月期に380億、経常利益については25億ということを目標にしてまいります。えー まあこの成長率、まあ、年間算にしますと売上高も経常利益も10%以上の成長率で目標を立てたということでございます、まあえー、自己資本比率30%以上 ROE12% 以上を目指してまいります、はいえー、この中期計画の成長の中身なんですが えー、中古住宅再生居住用水色の部分水色の部分が1000、えー、期220億でございましたで、えー、27年3月で260億、まあ、40億増やしていきたいで、えー、このピンクの部分が いわゆるハイグレードマンションというところで24年3月はこの部分がなかったんですが27年3月期に向けてもう30億以上の売り上げを目指していきたいあとの収益事業ですねこれが今四十今世四46億のところを 3年後に80億以上というところを目指していけこれが達成できれば380億という先ほどご説明した数字になると思います。で株主還元のところですね累進配当を導入ということを先ほどご説明いたしましたが。 えー、当初ですね、あのー、2013年の12月に当時のジャスダック市場に上場させていただきましたがそれ以来あのー、減廃がなくてですね、えー、24年3月期まで計7回のですね増資を実際にしておりまして。 まあ累進配当ということはうたっておりませんでしたが、まあ、実質的に累進配当になっておりましたんで今期以降はですね、まあ、累進配当ということを明確に宣言いたしまして、まあ、減配しないというだけではなくてです、ね、やっぱり連続増廃というのを目指していきたいというふうに考えております。 今期の業績予想についてご説明しますえ今期につきましては売上高300億前年比約10%増で、えー、売上総わらにつきましては46億前年比3.1%増というところまで ここ,にここまでについてはあの前期を上回るという計画をさせていただいています。それ以下の段階利益につきましてはあのご覧のとおり減益を想定しております。 で中古市場につきましてはあの引き続き拡大することが期待されておりますが20 2024年3月期の決算の内容で説明しましたように24年3月期の第4クォーターで,です、ね、在庫物件をかなり値下げしてです、ね、売却を進めたという影響が今期の やっます。それとはですねあとやっぱり人件費をやっぱり上げていかなきゃいけないというまあ,あの世の中になっておりまして当,当社につきましても人件費を上げていきたいということと事業拡大しますんで、えー、そのための、まあ、先行して 人を手当てしなきゃいけないという費用を見込んだことによって減益、えー、予想ということになっております。えー、販売件数につつきましてはあ前期については八百六十八個のところ、今期については九百五十四 を売り上げる目標でございますえー、っとこれ上場以来はあの300億を達成できますとまあ売上高倍2倍以上ということになってまして,、えー、なってますで今期につきましては、えー、居住用と収益用も両方ともですねあの増収というのは見込んでおります。 はいえー、各段階利益につきましては先ほどご説明申し上げましたとおり、えー、前期に価格調整した物件の影響があの今期の上期には多分残る,残るだろうということと大きくは反感費人件費の増加を織り込んでおりますんで、えー、り売り上総あらり以下の段階利益が 現役という予想になっております。であの累進配当の方針通り、えー、まあご覧の棒グラフの通りずっと増配を続けてきておりますが、えー、今期につきましても千基八十円から 八十二円の増配の計画をいたしております。はい、以上が二千二十四年三月期の決算の内容と今期の目標、またあのし新規に作成いたしました中期計画の概要でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。 最後に社長の林田よりご挨拶がございます林田社長お願いいたします本日はご説明の機会をいただきましてありがとうございます私あの4月1日に社長に就任いたしましたまあ当社にとりましては2013年の12月のジャスタック市場上場 これが会社にとってすごく大きな節目だったと思いますが今期ですね創業者である前社長からバトンを受け継ぎましたんでここも非常に大きな節目であると考えてますんでやっぱり新しいことをやりたいというふうに思ってます。 ただ、あのー、前期あの、残念ながら、あのー、計画通り、えー、事業が進んでおりませんので、えー、まずはです、ね、新しく作りましたあ新中期計画これを着実に、えー、実践するということに力を置いていきたいと思っています。えー それと、あのまあ、特に、えー、リリースさせていただきたいさ,させていただいておりますがあ配当をですね累進、えー、配当としたということでございますんで、まあ、これをもうい維持していくという決意を今日申し上げまして。あのー ご挨拶に返させていただきたいと思いますありがとうございました